はい、本日は新潟県ですけど雪です。これ雪だるまじゃないですかね。これ餅ですかね。はい、すごいですよ。外見ます？新潟県今どんなやってるか。新潟県多分ね、めちゃくちゃすごい。はい、こんな感じです。平野部多分ね20センチぐらい積もってます。どひちゃーです。今降ってないですけどね。というわけで、本日はですね、ブラックサンダー、もちもちブラックサンダー、もちもちブラックサンダー、あ、両方、あ、抹茶と小豆ですね。抹茶と小豆、はい、では早速食べちゃいましょう。どうでしょう、見た目一緒ですね。どうですか、餅がない。え、餅がない、うん、あ、緑は緑だな。緑は緑です。これ餅があるの？餅は入ってない。ない。え、餅ない。ん、おかしい。ないの、餅が。ん、しよう、書いとるよ、これ。これが餅ない。餅風グミや。餅風グミが入ってる。あ、餅風グミ4.2% 使用、みやびな美味しさ、ドスエキューって。これはな、言わんかった、気づかん。あ、そうなん、うん、文字なんか入ってない。あー、そうなん、うん、餅っぽくないらしいです、うん、とか 4.2% しか入ってない、うん、そうな、4.2 だけです。多分こっちも同じですね、うんうん、あ、ちょっとなんかあるな、うん、ちょっと餅っぽい、うん、グミ、うん、グミっぽい、はい、ちょっとお見せだけ、うん、はい、うん、というわけで、はい、ブラックサンダー、うん、おいしいよ。もちもち小豆と、もちもち抹茶、買ってみた動画でした。皆さんも買ってみてね。じゃあね、いくら、ちなみにいくら。30円、1個30円ぐらいらしいです、うん、詳しくは分かりません。じゃあね。